はい、ということで夜の掃除ルーティン取っていこうと思います。日によってですね、夜に集中的にやるか朝に集中的にやるかあんま決まってないんですけど、今日は夜集中的にやる日なんで、これからねお掃除頑張っていきたいと思います。ロイヤルちゃんと子供たちのケージ掃除していこうと思います。ここでまず4匹のお世話はい、うちはねマットを敷いてるんで、マットを取ってあげます。はい、こっちもね変えたいんで、どいといてくださいどいてください、どいてください、お願いします、お願いします、どいてください、どいてください、どいてください、はい、どいてくださいって言って触りたいだけなんですけどね今日は急遽ね明日仕事休みになったんで、ゆっくりねお世話したいと思います。はい、で今半分シート変えたので、このケージはねワイドサイズ、レギュラーサイズ1枚ずつ引く感じなんで、シングルの方に、シングルじゃない、レギュラーの方にね、ちょっとコモルちゃんたちを、はい、寄せます。シノちゃん危ないよ、はいはい、はい、でこのスノコの下のペットシートもですね、定期的に変えてます。はい、あ、ロイヤルちゃん帰ってきた、はい、で餌を置く方にこっちの洗えるペットシートを敷くようにしてて、でこの私はね島村で買ったんですけど、バスマット、モコモコのバスマットをもう片側に敷いてあげてます。でこちらのね、こういうキッチンで使うようなね、これにタオルを、ダイソーで売ってる膝掛けなんですけど、これをねかぶせてクリップで留めてある感じです。これをモコモコマットの上にね置いてあげます。はい、でご飯を、ケージがねこの部屋 1,2,3,4,5,6、モルちゃんのケージだけでね6個あって、ハムスターが2,8,9,10,11個か、はい、あとフクロモモンガのケージがあるんですけど、水をこういったカゴにね集めます。はい、でチモシーなんですけど、このチモシー入れにね満タンに押し込んであげてます。ちょっとミルティちゃんごめんね、はい、で最近日中ライブやるんで、奥の方にねご飯とチモシー置くようにしてます。はい、今日時間あるから下のスノコもね掃除しようもう掃き掃除して、はい、こういったね100均で売ってるスプレーボトルに水と、パウダーを入れてね、ペット用のお掃除スプレーを作ってます。はい、ということで水作ってきました。混ぜてるものはねここに写真で載せておきます。 Amazon で買ったんですけど、赤ちゃんにもね使えるっていうことで、うちはペット用で使ってます。あとは、トイレ掃除とかにもね使ってますね。これをしとくとケージのね、水洗いの頻度が少しでも、あ、何してんのプーちゃんプーちゃん、ロイヤルちゃんの匂い嗅いでちょっと興奮しちゃってる。はい、スノコの下のペットシートも変えます。スノコの下、この引き出しとかね、じゃあ床とかも何でも
これで拭いてます。消毒にもなるし、もちろんチャームさんとかで売ってるねペット用のスプレー買ってもらうのが一番いいかもしれないんですけどね。ティッシュがもうなくなっちゃった。ティッシュもまた取りに行かないと。最後に持ってきたら終わりになるんで、次はいはい順番ね。はい、ということでここにねロレアルちゃんがいます。なので床の掃除をしつつね、さっきと同じ要領でここのケージを掃除していきます。ペットシートの上にね、洗えるペットシーツのゴミを落として、でこれを丸めて捨てる感じです。はい、ラレアルちゃんラレアルちゃん小ぶりな女の子。ちょっと体重測ってみようか、ロレちゃん。はい、ちょっと急遽ねロレアルちゃんの体重を測ってみようと。はい、ロレちゃんのね体重測定、886g。 あ、やっぱりちっちゃいんだなこの子。ロイヤルちゃん、あ、でもロイヤルちゃんと 20g ぐらい違うのか。ロイヤルちゃんです。おとなしいんだけどね、ロイヤルちゃんと一緒にすると結構喧嘩します。ということでね、お掃除に戻ります。今ねロレちゃん入ってる状態なんで、スプレーはティッシュに吹きつけて、はい、お掃除します。でもね、だいたいこのタイミングでねロレアルちゃん一回おしっこするんでね、今してるからはい、こんな感じで洗ってあるね、シート、洗ってあるシートもゴミ袋にねまとまって入ってるんで、はい、たっぷり集めてる感じなんですけども、本当はねちょっと狭いんですよねこれだと。はい、もうちょっとね広くしたいなと思ってます。本当はねこれくらい出したい。そうすると私がこの中にね入って掃除しやすい。このフロアマットをですねもうちょっとね大きいの用意して引いたら、はい、そしたらね拡大しようかなと思います。はい、じゃあまずぷーちゃんたち、はい、この間買ったねキャンドゥで買ったウサギグッズなんですけど、これをねケージの横にかけてペットシートを置いてます。はい、お水回収、ミシェルもクルミも全部回収します。私はね、プーちゃんはね、抱っこできんだけど、ほら、ぷぷりーし、抱っこできんだけどね、おもちがすごい嫌がるんですよね。おもち、おもち、うわ、かわいいね、おもちゃん。でもすごい嫌がるの、私のこと。やっぱね、これだと腰が痛くなるんで、ちょっとね、もうちょっと近くに立ちたいと思います。シートをですね、はい、おもちゃちょっとどいてください。ここでね洗っちゃって回収します。はい、はい、で爪がこのケージも水洗いしないとダメかな。そろそろ大掃除の時期。プーちゃん危ないよ。はい、
この子たちもご飯を置く方に洗えるペットシートと寝るところにモコモコマット、お餅隠れてんの？まだいっか、はい、これもね、2、3日で洗います。今日はいいかな。はい、でご飯と草を入れます。なんで結構ね、結構疲れるんでこう夜はねモルちゃん集中的にやって、朝はねウサギちゃんを集中的にやったりとかしてます。あとモルちゃんケージ残り2個なんですけど、この上にねクルミを連れてきます。クルちゃんが最近ねここ開けとくとここね出ようとするんで、くるみー、くるみちゃん、くるみちゃん、はい、くるみはねもう閉める。すごいこぼれたチボシ、はい、これでクルちゃん終わり、入ってます。あとミッシェルがあそこに、はい、ミッシェルくんの掃除します。
シェルのチモシーとミシェルのご飯だよ。はい、今ここにねミシェルがいます。ミシェル、ミシェル、最近ね実は2日ぐらいおもちゃんとミシェルを同居させてみたんですよ。ふーちゃん一人がいててね、こっちのミシェルのケージに住んでたから。そしたらお餅がねミシェル噛んでました。ミシェル、あ、嫌なの言うなよ、俺嫌われ者なんだって、みんなにバレるじゃん。大丈夫だよ、ミシェルは視聴者さんがみんなミシェルのこと好きだからね。大丈夫だよミシェル。おしっこ済んでるどうしよう。はい、ということでこのままねミシェルちゃんほっとけば勝手にお家に帰るのでほっとこうと思います。あ、ロイちゃんおはよう、ぷっぷぷっぷ出てる、ラルちゃんおはようございます。ルイちゃんいいよお散歩行って、赤ちゃんモルちゃんはねこの中に入ってるみたい。かわいい、かわいいな。おはよう、おはよう、おはよう、うちいっぱい出てね、ね、仕事お休みなんで結構ね穏やかにお世話ができてます。よいしょ。はい、じゃあちょっとそろそろさ、あの赤ちゃんモルモット抱っこにね慣れてもらおう。ちゃっちゃうい、へい、おはよう、ちゃっちゃかわいいね、かわいい、何何どこ行くの。かわいい、プーちゃんに、ロイヤルちゃんもね小さい時から私しょっちゅう抱っこしてたんで抱っこ慣れしてます。かわいいね、ロイヤル、うわかわいい。はい、まあこれが親バカなのかもしれないですけども、あ、結構汚れてるからねここ掃除したいんだけど、このね折ったところにちょうど赤ちゃんモルちゃんが入っちゃって、赤ちゃんモルちゃん出てください、赤ちゃんモルちゃん。赤ちゃんモルちゃん、うわ出てきた、シロちゃんも。いやーかわいいね、シロちゃん、シロちゃんかわいい。シロちゃんはスモークなるのかね、どうなんだろうね。お耳は確かに黒いんですけどね、お鼻は見えないか、お鼻はまだ。はい、ちょっとね、はい、掃除しましょう。よいしょ、プーちゃんが大興奮してる。はい、今フクロモモンガのケージのとこにね置いてあったペットシートをね、はい、取りました。本当に便利だなこれ。だんだんね私ももう今年で40歳になるんでね、立ち上がる動作がさあきついんだよ。若いうちは全然、去年とかは大丈夫だったんですけどね。かわいいなあもう。はい、ちょっとこっちも変えてあげるよ、変えてあげるよ。え、タンダ何してんの、いいよいいよ、こっち行ってこっち、はいはい、どうぞどうぞ、はい、あ、上手じゃん。はい、新しいねモコモコマット、昨日も説明したんですけど寝る側にねこれを、はい、敷きます。はい、お水がね、なんと一晩でだいぶなくなってる。はい、ここはね、人数が多いんで
親子でご飯食べてます。はい、じゃあちょっとこの辺に置いとこうか。